のリアクション、阻むもの去るものは忘れた、振り振り切れる振り切れた振りの法則しない、今日も気をつけて果てしくて今立ち上がる広しを上に高校出場で終わるわけじゃん、一緒に頑張ってくれた時間に気をつけて冷めるいけましょう。川崎駅16歳、登場ライブ、ちょっと見てたから。はい、できへんと思う。
4時ぐらいまで。それでは聞いてください、ソウルフードパーティー。もういいかい、まだだよ。鬼鬼鬼鬼鬼鬼は入ってないよ、鬼まんじゅう。
暑いちょっと湧いてる。そうなんですけど、皆さんここがガラキだと思いませんか？ガラキだと思います。皆さんもちょっとガラキだと思いませんか？もっと前に来てください。もっとよく若いアイドルが言うもっと前に来てくださいっていうやつです。もっとそういうやつです。いいですね。いいね、圧迫感がいいね、この。なんか近いですね。そう、近い方がいいんですよ。近い方がいいですよ。ステージが持ちダメだ。ステージが持ちダメだけど、もう前。後ろの人たちも前来ないと始まんないから。そうだよ、次のライブ、次の曲始まんないから。来てということでですね、次の曲も行きたいと思うんですけど、皆さん声出せますか？声出せますか？声のダメ、あおって、見ていて、パニャパニャ声出せますか？ちゃうよ、何か。ということでですね、いい感じに温まってきたところで次の曲いっちゃいましょう。それでは聴いてください、天使の雨。ちょっと待って、よくわかんない久しぶりやな。Yeah.
プラスチックにやってもないステージ駆け上がったら宇宙へ進め限界から振り切って勝負するってハンドだねプラスチックに溶かしてくんだ満たされない日々も言葉のひらつき刺すしばし進め進め作ろうして
少年パワースターで次のライブが、10月3日の、新宿サムライサーであります。すごい、あと10月21日私の生誕ライブが小池翔本さんであるのでぜひ来てください。はい、ぜひ来てください。やった。はい、12月23日なんとなんと絶対開けといてください。絶対開けといてください。はい、お願いします。はい、そして今日の物販は主演の物販になっています。初見さんは国民写メが一番魅力となっていますのでぜひ遊びに来てください。お願いします。それでは以上、私たち電脳少女戦士少年パワースターズでした。ありがとうございます。